いや寒い。最近日本はすごい寒くなりました。ね寒いね。みんなも日本に来るときはコート着てね。今天是久违的发音练习的第三集，已经一阵子没有出了，不知道大家有没有怀念这个系列，哈哈。那今天我跟大家分享两个在发音的时候会改变的地方。第一个是 teoku 会变成 toku，teoku 会变成 doku，teoku 会变成 doku，teoku 会变成 doku。teoku 的意思呢是说事先要做好什么东西或是准备，例如说如果明天就要去旅行的话呢，就会说。もう明日も行くから早く準備しといて。这句话的意思是明天就要去了，赶快整理一下行李啦。他在讲话的时候呢，会把这个 te 省略掉，会变成 toku 跟 doku 这样子。我举个例子，例如说原本的句子是この手紙出しておいてくれる，它会变成この手紙出しといてくれる。对，它会从 teoku 变成 doku。第二个会改变的呢是 to 会变成 te。通常来说，如果后面是 omou 跟 kangai 的，还有 you 前面如果它是一个句子的话呢，中间会加个 to 来修饰它。如果说前面接一个句子的话，会变成那我想一下，なんか作ってくれる？僕はルーちゃんが太ったと思う。好，那我用文章刚才造的那句，僕はルーちゃんが太ったと思う。僕はルーちゃんが太ったこれ，这个是一个句子。然后呢，后面我要加上ありがとう，如果要加上思う那些的话，就会加一个to来修饰它。写字的时候啊，都会加这个to，可是我是讲话的话就比较不顺，所以会变成て。僕はルーちゃんが太ったって思う。在讲话的时候它就会变成这样子。这个东西呢要转换过来一开始比较难，但是你用一用之后就会慢慢变习惯了。那下面举一些例子给大家听。第一句，今週は忙しいから早く発表の準備をしておいた方がいい，它会变成今週は忙しいから早く発表の準備をしといた方がいいね。这句话就是把しておいた变成しといた。这句话的意思是下礼拜会变得非常的忙，所以要赶快把发表准备一下下。那第二句是悪いけどここ片付けておいてくれる，它会变成悪いけどここ片付けといてくれる，它也是一样从ておいて变成といて。那这句话的意思是虽然很不好意思，但是这里可不可以帮我整理一下。三，もうすぐ出るからタクシー呼んでおいて，它会变成もうすぐ出るからタクシー呼んどいて，这个是从ておいて变成といて。他一直在学我，好烦哦。那他的意思是说，因为我已经要出去了，所以赶快叫下计程车。第四，花さんは会社を辞めたと言ってたのだけど、本当？他会变成めちゃめちゃ完璧読んでるやんけ。なんか覚えにくい。花さんは会社を辞めたって言ってたんだけど、本当？这一句话有两个地方变了，第一个是从辞めたと变成辞めたって，因为后面是接 you 嘛。然后后面呢，言ってたのだけど变成言ってたんだけど。那这句话的意思是，花田さん说他离职了，是真的吗？五，私のことが嫌いと思ったが、そうではなくてよかった。它会变成私のことが嫌いって思ったが、そうじゃなくてよかった。这个也是有两个地方变了，第一个也是从都变成で，那第二个呢，就是之前有教过的そうではなくて变成そうじゃなくて。六。今のままではダメだなと思うのです。它会变成今のままではダメだなって思うんです。它也是变了两个地方哦。第一个是从と变成で，啊，第二个呢是从思うのです变成思うんです。アニメで日本語勉強したって人は話し言葉しか逆になんか分かんないかもね。そう、あ、そういう友達たくさんいるよ。ね、そういう話し言葉しか分からない人または、うん、丁寧じゃない言葉を使う人は日本に来てから。いろいろなんか丁寧じゃないなと言われてる言葉です。それもあるかもしれない。やっぱ小学生の感想文とかで話し言葉をそのまま文章に書いて先生に怒られるってこと何回か俺もあったから。あー、なるほどね。やっぱそこで学んでったね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。もう分かりましたか。でもなんかもうこのシリーズ本当続けるかなと思う。でもちょっと怖いね。なんでなんかもうちょっとネタがないな感じがします。さあ皆さんもこの動画を見て一緒に日本語上手になりましょう。
一緒に頑張りましょう。如果你们喜欢今天的影片的话呢，都欢迎你们帮我们按个赞，也可以把这个影片分享给你所有在学日文的好朋友们。如果说你还没有订阅我们的频道呢，都欢迎你订阅我们的频道，然后开启铃铛，接受最新的通知。因为如果你没有开铃铛的话，你就再也看不到我们也说不定了。那我呢，你还有想看到我们拍什么样的影片，都欢迎你留言告诉我们，我们都会看哦。好，那这样子啊，我们下次再见，拜拜。拜拜 ，See you next time。拜拜。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。